ただいまより、番記者から始めさせていただきます。他によろしくお願いいたします。はい、皆さん、お疲れ様でございます。お願いします。はい。それでは、記者懇談会、始めさせていただきます。お集まりいただきまして、ありがとうございます。令和2年10月に、鈴木大地前長官から引き継ぎまして、スポーツ庁長官に就任してから、2年が経ちました。この2年間、長官としての職務を無事に務めることができたのは、多くの関係者の方々の皆様のおかげで、あると思います。心から御礼感謝申し上げます。先日発表がありましたように、さらに1年の任期でスポーツ庁長官を継続して拝命いたしましたので、本日は冒頭に就任3年目に向けて改めて初心を述べさせていただきたいと思います。この2年間鈴木前長官の思いを引き継ぎつつ、スポーツ庁の施策を国民の皆様に知っていただき、その取り組み効果を広く社会に広げること、スポーツ庁の設置趣旨を踏まえまして、関係省庁と連携協力して各施策を総合的に企画・具体化し、取り組みを通じて実動させていくことといった点を常に意識しまして、長官の職務に取り組んでまいりました。私自身、体の機能を自ら確認できるセルフチェックの動画や熱中症対策の動画の作成・配信をはじめ、SNS 等を活用して、さまざまな場面でスポーツの魅力や安心安全な楽しみ方など発信に努めてまいりました。今後も国民の皆様に対し、スポーツへの一層の関心を持っていただけるように、普及啓発活動に注力していきたいと思っております。また東京大会のスポーツレガシーを継承発展させ、スポーツの価値をさらに高めることができるよう、本年4月からスタートしました第3期スポーツ基本計画に基づく各施策を着実に推進するとともに、特に運動部活動の地域移行については、少子化の中でも将来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親しむ機会の確保や、地域における持続可能で多様なスポーツ環境整備にしっかりと取り組んでいきたいと思っております。さらに全国のアスリートがスポーツ医科学サポートを受けられる環境の整備の充実、スポーツ実施率向上に向けた総合研究などの取り組みも積極的に進めてまいりたいと思っております。報道されています東京大会の事案についてですけれども、大変重く受け止めております。仮に事実だとすれば、フェアと公平性が求められるスポーツの世界では決して許されるものではありません。本件についてはすでに東京地方検察庁によって捜査が行われております。しかしながら、清算法人であります組織委員会が責任を持って対応すべきものであると考えており、国としても引き続き組織委員会の対応と捜査の過程を注視していきたいと考えております。スポーツは国民の皆様を元気づけ、生活や心を豊かにし、心身の健康に寄与するものと考えており、感動していただけるスポーツ界を目指し、引き続き精一杯取り組んでまいりたいと思っております。続きまして、栃木国体に関してです。栃木国体関連の出張ですが、10月1日から11日にかけて、栃木県で第77回国民体育大会いちご一会栃木国体が開催されます。この度、天皇陛下ご臨席のもと開催される総合開会式に永岡文部科学大臣とともに出席させていただきます。加えて競技視察および総合閉会式にも参加させていただくことになっております。国体は新型コロナウイルス感染症の
拡大の影響で3年ぶりの開催となりますが、競技視察、式典の出席等を通じて大会に参加する選手の皆さんを激励するとともに、開催準備に取り組んでいただいた栃木県の皆さんに感謝を申し上げてまいりたいと思っております。続きまして、スポーツ庁では科学的知見の普及や活用によるスポーツを通じた国民の健康増進を図るため、今年度から新たにスポーツ実施率向上に向けた総合研究に取り組んでいます。この度令和4年度の総合研究を合計7つのテーマでスタートしておりますので、ご報告させていただきます。資料に各その7つの内容については記載されておりますので、ご確認いただければと思います。コンディショニングに関する研究では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、東京大会で得られた科学的知見や医科学連携の取り組みをアスリートのみならず国民全体に普及することを目指しております。第3期スポーツ基本計画におきましても、国は科学的根拠に基づいてスポーツによる健康づくり、コンディショニング方法等の情報を分かりやすく発信することとしており、本研究を通じて国民の心身の健康増進につなげていきたいと考えております。また国民医療費の増大等が社会課題となる中、こうした課題の解決に資する研究として、スポーツが社会保障費に及ぼす効果のほか、女性のスポーツ実施促進に関わる研究、地域においての多様な主体が安全かつ効果的にスポーツを実施できる環境整備に向けた研究なども取り組まれております。スポーツ庁としましては、引き続きスポーツを通じた国民の健康増進を図るために、スポーツにおける医学・科学との連携、その知見を活用して努めてまいりたいと思っております。次に体力づくり協調月間ということで、10月は体力づくり協調月間です。これは1964年の東京オリンピックを契機に始まった体力づくり運動の一環で、国民の皆様の健康・体力づくりに対する理解を深め、その取り組みを日常的に定着させることを目的として、ポスター等による普及啓発を図っております。今年度の体力づくり協調月間ポスターは、4月から始まった第3期スポーツ基本計画を踏まえ、キャッチコピーを集まり共につながるとし、今年11月からカタールで行われます FIFA ワールドカップに出場するサッカー日本代表をモデルとさせていただいております。ポスターは全国の学校、地方公共団体、スポーツ施設、医師会、健診機関および経済団体等に合計約4万8000枚配布しまして、ことになっております。東京メトロ等の駅にも貼られることになっておりますので、ご確認いただければと思いますが、このポスターを目にして子どもから高齢者まで一人でも多くの方がスポーツに親しむ機会になることを期待しております。また皆様のお手元にもございますかね、このポスター配布させていただいておりますので、ご活用いただければというふうに思います。スポーツ健康まちづくり優良自治体表彰2022の開催についてですが、スポーツ庁では第3期スポーツ基本計画に基づき、各地域で特色あるスポーツによる地方創生まちづくりの取り組みを作り出し、スポーツを活用した地域の社会課題の解決を目指しております。その一環で昨年度からスポーツの力によるまちづくりについて、地域の積極的な取り組みのアイデアを表彰する
ポーツ健康まちづくり優良自治体表彰を実施しております。今年度においても新たなアイディアを募集しており、全国の自治体から熱意あふれるスポーツ健康まちづくりのアイディアが集まったところです。審査の上11月18日金曜日に表彰式を開催する予定になっております。選定した自治体や表彰式点の詳細につきましては11月の上旬をめどにお知らせさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。冒頭の最後になりますが、多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアムアリーナの、表彰式典についてですけども、今週月曜日、亀岡市にあります京都スタジアムにて、昨年度から選定したスタジアムアリーナ拠点の表彰式を、開催し、私の方から、事業者へトロフィーを授与をさせていただきました。表彰式には昨年度選定しました愛知県新体育館、京都スタジアム、神戸アリーナに加え、令和2年度に選定した拠点からも参加いただきました。また表彰式後ですけれども、京都スタジアムの施設見学ツアーも行われまして、ボルダリング施設、 e スポーツゾーン、保育園など付帯施設も見学させていただきまして、スポーツ観戦にとどまらない地域の日常のにぎわいを創出する交流拠点としての可能性を大いに感じました。こうした多機能型のスタジアムやアリーナの整備の推進に向けて、今後も関係機関と連帯連携して図りながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。冒頭は以上になります。